こんにちはお疲れ様ですえー、とね天保のことについてちょっとお話しさせていただくと天保ってのは親の時にもう最初にねハイパイって言って配られた段階で上がってる手なんですよ。まあ、手配っていうのは14枚ありますからこれね天保で上がってるってことは30年やってきて一生に一度出会えるかどうかっていうレベルなんですよ。で30年って言ってももう例えばね 毎日のようにやる30年なのか週に1回2回程度の30年かによっても全然違うんですけどもいや私はねマージャンという環境に毎日いましてで大体中学2年の頃からマージャン始めてるんですよねそれからねもうサラリーマン時代を除いてはもう本当にほとんどマージャンを 1> 1日に数時間という単位ででやっってきたた人生だったんですよ大学の時なんてやっぱ多かったですね56時間から10時間ぐらい本当に人生の半分をマージャンに捧げてきたからぐらいやってるんですよねまあその中でねじゃあ私は一生涯に一度出会えるかどうかっていう天ンに何回出会ったかっていうと10回ぐらい出会ってるんですよだからまたかみたいな感覚なんですよねあ,あ結構出るよねみたいなうんだから私はマージャンをして今ね まあ30年ぐらい経ちますけども中学2年では14歳から始めてますからね一度会えるかどうかっていう店舗なのにもう10回ぐらい出会ってるんですよそれは実際に確率っていうのは自分一人がやる天舗なのかそれともね宅がね何宅も立ってるところに環境に居続けるのかってことによっても違うじゃないですかその密度がだから私があの科学的にっていうほどでもないんです大げさじゃないんですけどもマージャン店のオーナーやったりねマージャン店でバイトしてれば日々 毎日同時進行で5択10択動いてるわけですよ。だから1人の人がマージャンを友達3人と4人で囲んでやるマージャンの30年と全然違う数倍とかね十数倍のボリュームがあるわけなんですよね。だからまあまあその天宝っていう珍しい上がりに出会える確率も高いんだろうなと思いますしじゃあ今までねマージャンの中に珍しい役があるけどもこれは見たことないでしょっていうのがないんですよ。あそれもあるよみたいなね。 だそれによって自分の経験によってその母数が多いですから確率は一緒なんだけどもその出会えたエピソードっていうのは一人も多いってことがでできるんですよねつまり何が言いたいかっていうと例えば一つのネットビジネス塾を捉えたときに生徒が一人で一人中一人が成功するのかそれとも50人いて50人中二人が成功するのか、ね、そして自分の塾では成功者が二人いますって 言っっっててインパクトを与えるののははどっちなのかって問題はやっぱりこう50人中2人の方がそれは言えるわけですよでもうちの生徒さんは1人しかいないけども1人がこうなりました100%の合格率ですっていう風なのはねやっぱり濃くやれるからですよねうんさらに <laughs> 何が言いたいかっていうと少ないからこそ導きやすいんですよね多いと導きにくいというかサボるやつも出てきますんでそういう意味で言うと即化塾っていうのはね 1,000人に膨張しちゃいましたけどもだからこそ手薄になってるところははっきり言ってあるだろうなと思ってますで今ねやっぱりね濃くやっていくとねあのレスポンスはすごく減りましたよ、うん、で FX のオリガルヒっていうのをリリースした時もやっぱりね、うん、予想よりは多かったんですけどもまあでも20人ぐらいだったですよねで前回 FX の教材を自分じゃなくて売った時っていうのはこれね70件売れてるんですよ、うん、1日2日でね だからひょっとしたらあの分割も合わせると100人ぐらい売れてんじゃないかなと思いますけどもそのぐらいなんかねその変わるんですよね母数が多い時と母数が小さい時ただしもうお察しだと思いますけども前回の FX 塾はサポートちゃんとしてるのかなっていうところがね非常にすごく不安というかねう私の信用までなくなったんじゃないかなと思ってあこういう人ですら 紹介するるるにはリスクがあるのかと思うと思ちちょっとあんたんたる気持ちですよね生き残ってきた人だろうこの人はおっと思ったんですけどねもしかしたらねなんかそこそから発生してあれもしかしたらあの,あの腕はそうじゃなかったんじゃないかな要するに自分が力をつけた時にね x に関して力をつけた時にあこの人は実は力なかったんじゃないかなみたいなねもしくは自分よりももうあ俺の方がなんかもうできてるんじゃないかなっていうふうに思えるところもあったりとかね しなないでも分かりませんけど、ね、分からないけどもうんやっぱこう生徒さんが少ないからサポートも濃くできる20人前後だからねでも70人生徒さんがいたらもうね誰に対しても薄くなっちゃうんで不満が出てきてしまいには不満に対してもレスポンスしないといけないから逃げ出しちゃうみたいなことにもなりかねないかなとか自分の力量に合ったフィールドを持つことが大事かなっていうところはありますね まあ、麻雀の話に戻しますと天保は珍しいですよ本当に珍しいんですけども私にとってはありふれてしまったっていうことですよねでも麻雀の中で天保に出会える人が少ないっていう考えが大半ってことは多くの人がたまにしかやらないっていう現実なんですよねそれはね、うん、で私ももうま一切やりなくなりましたけどもある一定期間は非常に麻雀に傾いたそんな人生でしたからねそ、まあ、それは珍しいことがその中で 消えてていくよよねってことですよ、まあ、吉田さんもあのいきなり稼ぎ出した人っていうのをこうポロ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 見ていくと誰でもできるよみたいな話になるでしょ、ね、お互いそうですよねなんか誰でもできるよこんなんみたいなでも平たく見ると一歩引いてみるとほとんどの人ができてないんですよね、うん、だから誰がどんな立場から物を言うのかどんな経験から物を言うのかっていうので考えは変わってくるんですよね 店舗のこともそうですしね私から見ると保はいやそれはマージャンやってるので出るよそのぐらいはと思うけどもたまに立ち並みでやってる人は「いやー見たことないな」ってこれからも天保って見れないかもしれないなーみたいな感じでしょ、うんね、ネットビジネス塾やっていて本当に金持ちになるやつがいるってのをこうやって目の当たりにしていくと誰でもできるよみたいなねいわゆるその経験が自信になってくるんでしょうねいやありえるんじゃないのみたいなできるんじゃないの だから、与える方は大丈夫、億万長者合宿ですって言うけども、受け取る方は、いや、億万長者大変ですね。なかなか一部の人しかなれないですよね。億万長者合宿に参加した人だけが億万長者になれるでしょ。違う。億万長者合宿に参加したからといって、そんな気持ちじゃ億万長者になれないですよ。つうか、年間100万だって稼ぐなかったでしょ。結局。と思うんですよ、私は。億万長者合宿に参加した人が、じゃあ、あれから数年経ちますけども、なんか100万でも稼ぎました。今までの数年間で。って聞いてみたいですね。 これは別に消しかける意味じゃなくっていや本当にねどんな優れたノウハウがあってもいわゆるカードがロイヤルストレートフラッシュで配られていてもめくる作業をしなければ勝てないですよね豚扱いですよタイムリミットでかせっかくカード配られてるのにめくらないわけですからめくったとしても1枚パラッとめくって「10だ」「ああんか10かなんだよ」って終わりですよねでも最初にめくったカードが エースだったら、おれなんかいけんじゃないめくったら、キングあら,ら,ら,らめくったら、クイーンあら,ら,ら,らめくったら、ジャックやる気になってきた。10、よ出たーみたいな感じですよね。それが私の3年間でした。1年目、まあまあそこそこかなと。1000万、2000万にはなったかなみたいなところですよね。2年目、あれなんか無茶稼げてコンテンツも売り出したぞとい。いきなり3000万、4000万クラスじゃないのこれ。みたいな感じですね。3年目、あなんかいつのか1億超えたよ。なんだよ、これ。って。感じですよね。 ロイヤルストリートフラッシュとめくったからこそそこに揃ったカードを確認できた。そして勝負に勝ったってことですよね。今回はロイヤルストレートフラッシュで行ってみよう。